奥様と離婚されて YouTuber の道へ突入されました、はい、東大内人気さんことしゅんさん。一応そうですね、あのニコ7出させてもらってる時はしゅんっていう、もともとリプレイっていうコンビだった。なるほど。お笑い芸人の時はリプレイっていうコンビでやってて、はい、でなんかそれスロットから撮ってんの。そうです。あ、マジで出会いがスロットというか、その相方と。ああ、そうだったんだ。うち子と親の関係だったってことですか。いや、違います違います。なんでうち子出してくるんですか。うち子、お前おもろいなみたいな、俺と天下取ろうぜみたいな。養成所で出会った時に、その相方に、まあ言ったらスロットパチンコを教えてもらったんですよ。ああ、まあね、そこが初だった。若手の時はみんなね、それで食ったりね、そうですそうですそうです。ああ、そうなんだ。ハイエナもしましたし、うん、え、それで、あの、それは何年前の話なの。それがですね、19の時ですね。あ、20歳か、20歳、うん、20歳の時に、うん、養成所入って、芸歴と同時にパチロが始まったわけだ、パチンコパチロ。そうです。だ、芸歴と一緒に始まって、で一番最初に打った機種が、ホールで打った機種が北斗の SE ですね。あー、なるほどね。設定録ゴロゴロ打ちたとおなじみの。そうそう、出なかったもんな、あれ。あ、バカ負けしましたね。あ、バカ負けして、嘘、はい、SE で全然、最初7万ぐらい負けたんですかね。あの、もうないけど、新宿のビス2って、あの1階のフロア全部 SE にしたんですよ。80台ぐらい勝負かけちゃってね、勝ちましたね、新宿。80台ぐらい全部 SE にして、全体毎日5、6だったんですよ。で、誰も打たない、誰も打たない。そうそう。だから一周回って一番ハマってる台打って、一周回って一番ハマってる台打ったら、どっちにしろ5、6だから、5、6の上にハマってる台打てるっつって、一周回ってずっとやってて、5、6だったんですか。一応全然人によかった。辛くて出なかったつもあったんだよ、はい、なかなかね。そうそう、それまでのイメージ5、6は出るって言ったけど全然なかった。新宿にいたらめちゃくちゃ打ってたのに。そう、でもそこでめちゃくちゃ負けてたの、ま、最初負けから始まって、で悔しいからこの7万を取り返してやろう、っていうことで、まあ、スロットを相方に教えてもらいながら始めたっていうのが最初です。ほー、それその時は順調に芸の方も磨いておられたんですか、スロットと。そうですね、で、まあ、その芸人1年目なので、まあ、その絶対に芸事頑張らなきゃいけないっていう時期なんですけど、パチンコめっちゃ面白いってなっちゃって、なるよな、はい、まあ、違う夢見つけちゃった、はい、早くも。でなんか自分で言うのもなんなんですけど、その同期の中で一応その上位の5組ぐらいには入ってたんですよ。なるほど。自分で言うのもなんなんですけど、でも吉本の場合 NSC の養成所があって、はいはい、最初に卒業ライブがあって、はいはい、上のやつしか入れないんですよ。その後は通いでオーディションライブ出続けて頑張るしかないんで。そうなんです。だからその時上位に入ってるってことは、ずっともう簡単に言ったらもう霜降りみたいな。いや、そこまでではないオリエンタルラジオみたいな。もうああいう人たちはみんな般若とか、もうああいう人たちはみんなそこから一撃で入ってる人たちなんで、なるほど。でうちの木はもう その霜降り的立場がもうジャングルポケット、ああはい、だったんですよ。ほうがもうダントツで、へえ、優秀でもそれ以外はもう団子です、言ったら。なるほど、ね、そんなに2番手3番手につける可能性は全然あったわけだね。そうです。え、じゃあジャンポケさんの時に一緒にそのグループにいたんだ。グループというかその売れてる一団みたいな、はい、へえ。ちょっとその時オリエンタルラジオさんがその何2年ぐらい前に武勇伝でめちゃくちゃ流行って、でそれで同期で音ネタをやってるやつがいなかったので音ネタをやってたんですよ。やってたんだ。来た、やっぱ一組欲しいもんね。マンパスさん、音ネタばかりしないでください。いやいやいや、そう、やっぱりその売れた後でこう俺たちもみたいな。そうですそうです。すっごいつって、まだ全然音ネタが地味なんですけど、そういう音ネタ自分でハマってると思ってたの。はい、その時の映像は今流れますね。流れではないでしょ。怖いわ。やっぱりイケてる感はあった、その時は自分で。それで残ってたわけですか、上に。そうですね、勢いがある時だもんね、うん、でやっぱあのみんなお笑いを始めたらやっぱダウンタウンさん、はいはい、とかもううっちゃんなんちゃんさん、はいはい、わかるわ。もうザ漫才、ザコント、1年目の尖った感じのお笑いの感じわかるわ。売れて俺は MC やってやるみたいな、やつばっかりなんですよ。ボケが声ちっちゃいんですよ、みんな。みんなスカシボケ、みんなスカシボケ。あー、なるほどね、なるほどね、わ
若いうちから変な癖つくもみんな頭パーンってなみたいな。センターマイクあったらこうやって構えるやつばっかり。それはちょっと偏見ですけど1年目っていうのがいた中で、音ネタをやることによって、ふむだしね、あの作家さんがいるんですけど、その養成所に、あ、こいつらちょっと、あ、まあ分かってるなと、オリエンタルラジオがこう言ったのが分かってるなっていうのを狙って音ネタやったんですよ。つまんないんですけど、だって上に行ったんだから、上に行けて、まあ要は僕らしかいなかったから、でそれでまあうまい具合にオーディションライブとかも出させていただいてたんですけど、その時パチンコがめちゃくちゃ面白くて、また言うんですけど、でもその吉本に入ったわけ。あ、そうです、あ、吉本はもう養成所1年やって出たら卒業したらもう所属なんですよ。でそこからもう芸歴始まるんで。ああ、そうだよね。で芸歴始まって、なんか一番最初のその今田さんが来る、なんか大きい無限大ホールができたばっかりの無限大ホールに人いっぱい呼んで、今田さんが来てネタ見せみたいなのがあったんですね。でその時に渡辺直美ともう同期なんですけど、ジャングルポケットと僕らが選出されて、なるほど、でその今田さんにハマるチャンスをもらったんですけど、俺前日までずっとパチンコやってたんですよ。大チャンスを前に、はい、ネタ書かずに、こっちは激アツ出まくってスパイダーマン2の6つ持っちゃってそれはまあ打つわ、119でしょ、それは117、中押しするって、そりゃそう、もう積もっちゃって、わあこれはちょっとごめん相方と思いながら、まあバーンって、でまあ2万ぐらい買って、であんま勝てなかった、今回地味やなわよ、そんな出なかった、でそのライブ失敗して大滑りして、でそっからまあなんか押しが少なくて、早いな早いな早い、最初のチャンスお前何やねんそれ。え、笑いの情熱はもうその時は実はパチンコの方が上回ってたって、まだ1年目、いえいえ、まあそんなことないですよ、もう同じぐらい。逆に言って舐めてたってこと、軽く舐めてた、なんかそうですね、やっぱ1年目ってみんな尖るんですよ、はい、秋山さんも絶対そうだと思うんですけど、もう本当に尖る、俺はいけるみたいな、髪の毛だってこんなクルクルしなかった、尖りまくってツンツンだったすごかったそうだ、そういう勢いがあったんで、はい、まあ、なんとかなるだろうみたいなのがあったので、今思えばそこのチャンスマジ大事だったなって。それ当たり前だ。でそのチャンスをまず逃して、でそっから吉本の場合は通いでライブに出るためにオーディション行く感じ。そう、毎月ライブに行ってコツコツ勝って、上のライブ、ランキングライブです、上に上がんなきゃいけないんですけど、それでどんどん勝って、で上の人がオーディションもらえるみたいな。でなんかそこでオーディションいただいて、なんかエンタの神様とかにはちょこちょこ本当に何回かだけど、じゃあそのチャンスを滑ったけど、またそこからもう一回持ち上がってきたんだ。多分やっぱ音ネタがそこでちょっと、ちなみにどの珍しいか、どのようなネットなんですかね。ネットで調べれば出る出る、あの消されてますね。あ、やっぱエンタとかの映像は消されてるもんね。エンタの映像は消されて、なんかホストみたいな格好をして2人組なんですけど、カリスマってやるんですよ、こう。大崎くん、大崎くん、プロが話してんだよ。大崎くん、ヘラヘラヘラ、大崎くん。人生かけた芸の話してんすから、大崎くん。ショートコントをしてですね。で、なんかあの、俺すごいだろみたいなやつをやって、最後にブリッジでカリスマって言って、お客さんが笑うっていう。大崎くん、大崎くん。そりゃそうですよ。口で説明したら面白くないよ。いやいや、見たら面白いかもしれないじゃん、だって、そう勢いでこう見せられる、おお、わーってなるじゃん。僕は見てましたから。あ、さっき見ていいな。見てた。いや、僕は知ってます。僕だから逆です。だから僕なんかからしたら、僕だってずーっとちゃんと漫才やってたんで、なんだおい。そうですね。きっちりやれよ、お前、みたいな。厳しい。僕は正統派で生きてきたから。今僕らのネタ見えるのはヤングチャンネルしかないですけど。ヤングチャンネルでやってることも正統派ですから、正統派しかないんで、変えずに、なるほどね。なんかそれネプチューンがやってないって、やってないよ、やってない。ネプチューンさんが昔ボキャブラで原田泰造さんがホストでフーってやってた時と違う。ああ、懐かしい。ありましたね。そう、違う。まあ、でもやっぱ飽きられてしまったんですか、そういう。飽きられ、まあその、まあ、エンタ枠、エンタ芸人みたいに、まあ、言われて、漫才とか今度はやんなかった。その間よ、あのそういうのやりつつも劇場ではきっちりみたいな、だから。ね、そうっす、劇場ではちゃんとコントやってました。もう絶対これは無理だなって思ったんで、
音ネタやったにしては跳ねねえなって思ってたんで、むしろね、あの自分たちのプライド捨てて売れるためにコミ打った割には跳ねてねえな、まあ跳ねねえな、こんなもんかみたいになったんで、じゃあもうこっちはキングオブコント目指してきっちりコントやろう、ちゃんとちゃんとコントもやってました。え、ネタ自分で書いてたの？ネタ書いてました。僕が書いてました。で、それがこう来てなぜ今っていう流れですよ ね。だいぶそうですね。で、まあそのやっぱりエンターはあまり跳ねずに5回ぐらい出て、うん、もうなしになっちゃって、うん、まあ、受けなかったね、エンタで、まあ、まあ受けなかった。なんかあのその時2チャンネル見たら、うん、なんか盗塁王ってコンビでその時やってたんですけど、盗塁王とデッカちゃん死ねっていう書き込みになったんですよ。お前もうちょ別に全然盗塁王の話やけど、デッカちゃんの話出す必要あった？だって書いてあった。デッカちゃんの気持ち考えたことある？その時書いてあったんですよ。全然関係ない現場で、ね、吉本を辞めて病気になってガリガリに痩せちゃったデッカちゃんの話を今ここでする必要がある？その時のそのまま言ったって。エンタは全盛期の時のエンタに出てたの？そうですね、視聴率良かったですね、あの時は。あ、じゃあ俺ね、まあ、その頃多分エンタほぼ見てたんですよ。なので多分見てるけど、デッカちゃんは一回目見た時から覚えてるわけ。まるで覚えてないからやっぱその感じだったな。そうなんだ。まあ、全然見た目とかは全然違います。格好もホストの格好で、うん、それ覚えてないです。で5回でやっぱもう跳 ねたらうわーって押されるけど、ね、やっぱ運もありますから。運もなんか一回あったのが、うん、なんか誰々か芸人さんが出てる時に、うん、なんか地震かなんかそういう流れで、うん、みんなそのチャンネルにしたらしいんですよ、はいはいはい、でしたらその時の視聴率でその回のエンタで、うん、この芸人が出た瞬間で視聴率ガンと跳ねたぞっつって、曲で押せみたいな、なんか誰かいたよね、なんかそういうので生徒会長金子さん、なんかそれで運掴んだ掴まないみたいな、そういう人もパターンもあるんで、だ多分なんですけど、うん、その投了が出てる時に何かあってみんなテレ東見ちゃったみたいな、そういうその瞬間、その瞬間だけ視聴率こうなったかもしれないんで、結構野球とかが裏で長引いてやるとマジで怖いですね。終われ終われ延長がどうのこうので今めちゃくちゃ熱いよっていう瞬間の投了でこうなったかもしれない。その可能性もあります。それは分かんないですよ、ね、単純にネタかもしれないけど。なるほどね。もうそれは全然分かんない。でもそれがあって、だからエンター終わってでもキングオブコント目指して劇場ずっと出てたわけ。そうです。ああ、そっちにじゃでも諦めずね。まあ、うん、そうです、そうです。で十何年やりまして、うん、でまあその中でその芸人やりながらパチンコパチスロのお仕事を、うん、最初は P マートさんからお仕事もらえるようになって、それ吉本にいる時に。そうです。ほんほんほん。でその派生でそのにつながりでニコナナさんにも呼んでいただいて、うん、なるほどね、そうだったんだ。で攻略誌で活躍中のスロカイザーさんと必勝本でやってたんで、はい、必勝本で、であのニコナナで番組持たせていただいて、うん、へでそれでやってたんですよ。ほんほん。でその間に僕があの当時付き合ってた彼女と、うん、まあ、あのおめでた子供できて、うん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 、授かり婚です、ね、うん、違います。そう、それで、うん、授かり婚、ああまあやめるしかないなと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、芸人をやめるしかないなにやって、その芸人をやって後半そのまあパチンコパチスロの仕事が入ってくるわけじゃないですか、うん、はい、はい、その段階でも自分は芸人一本はもうちょっと無理だなみたいな感じにやっぱなって、あ、もう絶対に食わせていけないなと思って、うん、あ、この収入じゃ、うん、まあ仕事ゼロではなくなんとなくはあったんだ。いや本当に少しだけですね、その時は。だその芸人だけの月収支では、うん、とても家族は養えない。もうとてもとても、もう働くしかないなっていうことで相方にも相談して、うん、そしたら相方もなんかちょっと辞めたいと思ってたみたいな感じ、うん、実はみたいな、うん、実はっていうことで、まあウイング市川で相方が働いてるって書いてある。よく知ってますね、はい、よく知ってんな。え、それ今もってこと？いや、その時、その時です。だバイトしてたってことだね。バイトしてます。相方はパチンコ屋でバイトしてて、こっちはうちに行ってたってこと。そうです。もうコンビで搾取の関係がしやがった。え、ウイング市川で働いてたんだ、笑えるな。おい、でもその相方から僕お金借りてたんで、うん、ああまあ戻ってきたいたな。お金の循環もいい感じ。今貸した金をこっちで使ってくれるから店としては売り上げになるし、相方には金返ってくる。ウィンウィンの相方だけウィンウィンの相方ウィンウィンの。あ、でもまだそれがあって相談したら、まあじゃあやめてもいいよと。はい、あ、まあ、うん、結婚というか子供を機にやめる。で、まあ芸人
辞めまして、はい、家族のために辞める、いいことじゃないですか、うん、スラフロさんと一緒ですよ、家族のために辞めて戻ってね、ああそうですね、流れも一緒、女のためにっていうね、流れ一緒です、ここまで一緒です、子供のために、うん、でそので新橋で営業マン、はい、サラリーマンやって、はい、なるほど、新橋でやってたのもスラフロさんと一緒です本当だな、はい、そうですね、はい、私公園に住んでたんだ、そういえばそうだ、はい、そうです、で結婚して1年半ぐらい経って、はい、まあ、離婚しまして、急に違う、いやそれありましたよ、いろいろ紆余曲折がなさすぎて、そうだよ、だって子供生まれるから仕事したらいきなり1年半で離婚したもん、だって授かってから結婚してるから、だからもう子供だから1歳、0歳から1歳ぐらいの間の子供がいる時に、あの離婚した時は1歳でしたね、それやっぱ奥さんにやっぱ見切られたっていう方向、あのずっと芸人やってる時ずっと付き合ってたんですよ、うん、7年夢を追いかけてるあなたと、はい、同棲してたんですよ、でその後その間もずっと迷惑かけて、もう吉本はコンパが多いんですよ、わかるわかる、本当に特にこの辺の世代はまだ、今も多分吉本あると思いますけど、他の事務所も芸人のコンパ信じられないぐらい多かったんで、本当にコンパが多くて、渋谷新宿中野あたりの居酒屋は芸人のコンパで持ってるぐらいのすごいよ、カラカンなんて芸人いなかったら儲かってないぐらい働いてるのも芸人でしょ、すぐすぐ、あそこのカラカンに太田プロの誰がいてみたいな、もうそんなのばっかりしたな、でまあそうコンパとかもあって、まあそのね、やっぱ先輩に女の子を用意しなきゃいけないから、またコンパ開かなきゃということで、でまあ先輩に可愛い子を献上して、でも自分はしょうがないからブス行って、そうそのブス行ったのを見つかって、あの彼女にめっちゃ怒られたりとか、ね、せめて可愛い子行ってる時に見られたよね、いやそうなんです、私よりブス行ってどうすんだみたいな、うんうん、俺もだけ一回ドラム缶みたいなことをラボ入ったことあるもん、やっぱここドラム缶みたいなことこうやった方が早いみたいな、ドラム缶でこうです、だから一緒に手つないでいくよりこうやった方がこの子早いとか自分で歩けるでしょね、だからそういう芸人のコンパでも、そこはでも一個だけ気になってるのは、それはあくまで芸人の時だったわけじゃないですか、授かって結婚してからは違うわけですよね、普通考えて ね、なんでだって結婚してから過去のこと放り出されてもって話ですから、うん、そう、それまでのいろんな女遊びその他も許してくれてた、そう、でそれは清算で始まるわけですよね、うん、ただその僕は清算したとは思ってたんですけど、うん、向こう側からしたらもう溜まってたっていう、うん、結婚までしといて、うん、結婚までしといて、うん、まあ子供のこともあったんで、うん、まあ結婚はして、うん、だけどそのそういうのが昔あった、うん、そういうのがすごい根に持ってたというか、うん、でそれでちょっと喧嘩した時に、うん、その喧嘩がどんどん大きくなって、うん、で離婚まで行ってしまったっ過去の話だよね、だからあんたあの時のみたいな、またお前過去のこと言うんかみたいな、そうそうです、いやお前だってみたいな、子供ができて心を入れ替えてくれると思ってたのを裏切られたみたいなようなことあったんですか、で僕結婚してからはもう全くもうパチンコも行ってないです、うん、なんでそれなのにやっぱ喧嘩しちゃって昔のことがやっぱり思い出されて、そう、あ相当やっぱじゃあ 根深く彼女さんとか溜めてたって、うん、溜めてたのか、もう夢を追ってない姿があんまりよく映らなかった、うんうん、まだコンパしてた方が良かったってことね、そう難しいね、子は春日井って言うんですけどね、だコンパできてたんですよ、もっとやっとけばよかったなと思って、ね、まあ、本当はね、言ってんだお前はそれでじゃあもう離婚になって、そうですね、離婚になって、うん、でその仕事はそのまま、うん、それ何年前離婚したの、3年ぐらい前です、でも全然意味わかんないよね、お前のために夢捨てて俺は家庭守るっつったのに、それね直接言ったらめっちゃ怒られました、あ怒るんだ、めっちゃキレられました、あじゃあ夢なんか芸人続けてりゃいいじゃんみたいなこと言われるの、いや なんでこっちのせいにするのって、芸人辞めたの、 なるほどね、出したのはそっちでしょっていう、中で、まあそうだなと、あんたが中に1億発出したんだから、いや1億発も出して、1億発出して、その中の1発が V 入賞したんだから、で、あの、そうですよ。いやだからやっぱその奥さんとか彼女さんも、いやいろいろもうなんで私こんなやつと一緒に住んでんだろうみたいになってたんじゃないのやっぱり。でなんかいやその芸人やりながら付き合ってる時は本当に仲全然喧嘩しないし、うん、仲良かったですね。
やっぱ母になってやっぱ価値観変わるからね、いろいろとね。それもありますやっぱり。うん。あ、そうなんだ。子供が1位になっちゃうんで、うん、そうね、はい、じゃあ離婚しちゃったけど、まあ、稼ぎはないってことその養育費なんか払ってんの？養育費払ってます。えらいな。ダルビッシュぐらい払ってる。はい、ダルビッシュぐらい払ってる。そんな払えるかよ。払えないじゃん。ダルビッシュぐらい払ってないのよ。でもちゃんとそこはあの、で、たまに会ったりしてんの？子供さん、奥さんと会ってます。月1回ぐらいは会わせていただいて。じゃあそこはにこやかに奥様とも会話があったり。でも離婚してからの方が仲いいですね今。あ、じゃあもう一回ワンちゃん戻るっていう可能性ある？いや、ないと思います。ないもう親に嫌われちゃってて、向こうの僕がね。あ、そうだよね。離婚して向こうの親に嫌われて、今何やってんの？クソ大うちに来てさ、もう言えるわけ。絶対言えねえやな。言えるわけないです。それはダメだよね、はい、なるほどね。その芸人、向こうのお母さんお父さんは芸人も嫌いだったし、うん、そのチャラついた仕事も嫌いだったし、うん、なんだったらその結婚中に僕働いてるその営業っていうのが新聞を売る営業なんですよね、うん、新聞勧誘ってこと？まあ、飛び込みで新聞勧誘、はい、それ営業じゃなくて勧誘員だろ、ただ。いや、営業っていいように言うけど勧誘員じゃないです。ただ、何あの、ちょっと頼みや、まあ、あのこれあのなんか、じゃあつけるからゴミ袋よみたいな、そういう仕事？マンパさん、それです。それ、やからっけの人がやる仕事じゃないですか。大崎さん、サラシアだって仕事つったら広告代理店って言えるじゃないですか。そういうことです。そういうこと。まあ、営業マン。新聞の勧誘員やってたんだ、うん、すごいね。そうです。でもすぐ野球のチケットつけるでおなじみの。そう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 、洗剤ぐらいだったらどんどん上乗せして OK、ね、そうそうそう、じゃあ買い付けちゃうよみたいな、はい、普通にやかってる仕事じゃないからね。結構来ました。そう、え、めっちゃ来るよ、うち。で、大体取っちゃうんで、俺はめんどくさいから。こち亀の亮さんが大量に買わせるで、マジか。そう、あ、そうなんや。で、それで、でも、それで家族回してんだから文句言うなよなって話でしょ。そう、それも嫌なんだ、そういう仕事。で、向こうのお父さんお母さんはもう拡張員も大、拡張員って勧誘の人、うん、大嫌い、うん、いや、それは普通好きなやついないからあの仕事。芸人辞めてその新聞の勧誘員になった、うん、その娘の旦那、うん、なんてもう好きになるわけないじゃん。しかも結婚より前に仕込まれてるわけだもんね。そうです、うん、そうそうそう、最悪だ、ね、ほぼ俺と一緒なんですけどね。でも流れは結婚前に仕込んでるのもそうなんですけど、結構多いですよ。同棲の前に挨拶した？同棲の前に挨拶してないです。そこだ。してないです。そこ俺はすげえちゃんとした。同棲しようって時にもう向こうの親御さんに挨拶して、僕が全部あの生活させますんで同棲する時にって、うん、でもうちゃんとしてます。そう、それで本当にもうあの俺だってハイエナの収支表見したもん。マジですか？え、だからだってな何の仕事してるか知ってるから、まあ、信用したら、いや、だってあなたはだって芸人でっつって、うん、いや、そうですけど、お金はどうしてるの？お金どうしてんのっつって、もうこちら見てくださいっつって、すげえ、かなんか、で、そっから4年間俺同棲してる間、うん、あの本当にそのよ嫁と全部生活ちゃんとはやって、うん、で結婚と流れまで。かっこいいですね、逆に。すっげえ気使ったもん。これで見せるっていうのが。すげえ気使ったもん。今だって嫁のお母さん遊びに来たらもうビール飲んでくださいみたいな。どうぞ。そんな、まあ、気使いますよね。大変なんですよ。でもだからめちゃくちゃ嫌われてんだ。もうその時点で。もう親にはまってなかったんで、まあ、それもあって、うん、いろいろリズムで立ち勝負しなかった親に。はまりに行かなかった。いや、できるか。カリスマ。そんなだって、カリスマできないです。だって芸人として業界でテレビに売れるためにはまろうっていう賢さがあるんだったら、親にはまろうっていう賢さもね。そうやな。やっぱなんか そこが。そこはできませんでしたね。え、お金面の苦労はかけたの、彼女さんに。うん、そうですね、うん、まあ、何回か、ね、お財布からお金ちょっと抜いたりはしましたけど。スズムシスタイル、スズムシスタイル返しましたよ、もちろん返したり。いや、もちろんって言われてもこれ、いや、よかったんだけど、あの普通に言ったけど盗んだだから。そうそうそう、盗んだ。盗んで被害届が出てなかった間に渡しただけだから。まあでも芸人あるあるですよ、あるある言ったら、うん、あるあるですね。まあ迷惑はかけつつでも、芸人あるあるで、これを全部まとめてうんって言っちゃうと全芸人に申し訳ないけど。そう、そんなやつもいますよ、ね、そう、多いんです、多いです。でもそれがあって、じゃあ別れて、でも仕事は続けてんだよね、拡張員。そう、あの拡張員は続けてで、そこから2年ぐらい営業マンやって、うん、あ、結構年単位でやったんです。そうですね、頑張りましたね。食えるぐらいは稼げるんだ。結構いいんですよ。結構稼げんじゃないですか。これいいんですよ、結構。え、そんな取ってもらえるもん？あの、僕の会社はその、
なんとか新聞の直の子会社だったんで、その一件の単価がすごいいい。でずっと契約してくれれば、それもだってね、やめないでくれれば、そうですそうですそうです、また来てとか、お客さんもできるし、継続するとその度にお金がもらえるみたいなことになって、そうですそうです。あ、じゃあ取って終わりいただいて終わりじゃなくて、継続の度少しずつもらえるみたいな。大体あんまり継続してくれる方いないんですけど、無理やり取らせて、だから大体3ヶ月だけ取ってくださいとか、そういうやり方そうそうですそうです。で継続してくれるとありがたいってことでしょ。だからありがたい、またお金が増えるっていうので、まあ一件の単価が結構多かったので、意外と給料はマジか、へえ、普通のサラリーマンの方よりかはちょっと多いのかな。え、マジか、へえ、頑張ったね。優秀は優秀なんす、したら、ハマりに行ってるでしょ。いろんな家にハマりに行ってるわけでしょ、その家庭の。そうですそうです。え、各庁員のトップを目指そうみたいな風なモチベーションにならなかった。あ、まあ部長にはやっぱそういう風に言われるんで、ね、カリスマ各庁員目指して部長にはバカにしてますね。音ネタやってる芸人と各庁員をバカにしてます。ダメですよ、秋山さん。え、だからそれでなんでその辞めちゃったの。 それですけど、やっぱり僕その結構子供ができて芸人辞めたので、うんうん、そのまあ言ったらまだ芸人にちょっと未練が少し残ってる状態でずっと働いてたので、でもまあ芸人はさすがになんか今から戻ってもなんか今頑張ってたやつに申し訳ないし無理だろうなっていうの絶対あったんで、そしたらまあ YouTube っていうのが次出てきて、あ、じゃあなんか何にもないままサラリーマンで働いてるよりちょっと YouTube やってみようかなっていうので、でチャンネル立ち上げてみたいな。え、それがそのクソ大内日記なの。クソ大内日記の前に一回僕 YouTube 失敗してるんですよ。あ、まあ、芸を見せる的な、あの万発さんみたいなチャンネルです。何をしゃべる何をしゃべる、顔出してしゃべる、はい、あのパチンコ攻略系です。へー、夏目的なことやってたわけ。まあまあ言ったらまあまあ、まあ、夏目スタイル、うん、あ、そうなの。うん、で何本か5本6本ぐらい動画出したんですけども、全然再生数も、まあ、いかもう20再生、あの親戚が見てくれるぐらいの。親戚にはバレてんだ。親戚がなんか見つけて、そのクソチャンネルを、親戚の人しかコメントしてくれないみたいな。親戚がコメント、元気な姿見れてよかったよみたいな。そう、なんかあいつどうかしてんのみたいな、なんかコメントとか言ってそらまあ伸びないよな、いきなりよく分かんないやつが喋りの動画やったって伸びるわけねえよな。でしかも攻略ってこの人が今までどんな攻略してきたかっていう話から始まるわけで、全然知らないし、よくよく考えたら俺ずっと負けてるしね。なぜそういうところへ行こうとしたわけ。それやった時ってもう仕事やめてたの。いや、やってません。あ、まだまだ、ではそこはあったんだね。まあそこ二足のわらじでいこう。新聞売りながら攻略の話してたの。あ、そうです、はい。新聞売って全然稼働してないのにパチンコの攻略を語ってたけど。え、でも仕事中パチンコ行ってましたよ、ちゃんと。え、普通に考えたらさ、その拡張員あるあるみたいな話の方がちょっとウケるかなとか発想あるじゃん。だって、だってね、あ、それもちょっとだけ思いました。そうだよ、いろいろそれでブレイクしてるからね。拡張員あるあるってそれあれですよね、その新聞拡張員の方が、新聞拡張員の方が見るチャンネルですよ、めちゃくちゃ間口広狭くないですか。いや、でもやっぱ新聞拡張員にまた来たら、みんなやっぱりそれなりにほら悪いイメージとかの先行してるから、ちょっとそれを面白く脚色して、あ、断り方とか、それでエピソードとかをさ、なんかこれ言われるとね、もう断られると無理なんすわとか、そういうの、はいはいはい、あ、全然いける、軽く可能性があったけど、そういう数に攻略語っちゃって、やっぱパチンコ好きだったんで。だってね、ゴミ清掃員で、ね、本まで出してブレイクするパターンとか、そういう人もいっぱいいるんだよ。その業界の裏話みたいなのってやっぱウケるからさ、はい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 、拡張員あるある、拡張員あるあるか離婚あるあるぐらいしかないですもんね、今のところ。ダブル、でもそれ5本あげてやっぱ無理と、親戚からコメントかかる、全然ダメだな。で、そんで、あ、もうじゃあ YouTube もやめてもちゃんと働くかってなった時に、各庁員、各庁員で頑張るかと、各庁員頑張るか、新聞取らせるか、おばあちゃんにって思って本音出たじゃん、新聞取らせるか、おばあちゃんに、ってなったら家に、あの2011年に出たパチスロウルトラセブンっていう台があったんですよ。で、それを俗に言われるクソ台っていうもので、まあ世間の評価はクソ台っていう評価だったんですけど、それを最後
攻略系じゃなくて実践系の動画上げてみようと思って撮って出したんですよ、うん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 、そしたらそのウルトラセブンの動画が割と伸び、うん、へー、それまで全然50再生もいかなかった動画がいきなり1000とかいったんで、うんうん、1000再生、うん、すげえ、うん、ってなって、うん、もうヤフーオークションとかで台をバン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 買って、うん、安い台いっぱいあるから、はい、いきなり早いな展開が、もうこれいけるぞってなんか思っちゃったんですね、うん、その時、うん、何も理由はなかったんですけど、うん、で出したらなんか3本目ぐらいのエヴァンゲリオンのリンゴを揃えていく ART の、うん、あ、はい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 、あの台が跳ねたんですよ、うん、万再生いって、おすごいじゃん、あすげえ、うん、ってなって、そのそれからその他の動画も見られるようになって、うん、でもじゃあどんどん出していこうっていうことで、その時にはもうその自分の語りチャンネルからクソ大打ち行きチャンネルに変わってんの？でもその攻略で喋ってる、顔出しして喋ってるのは全部消して、消して、恥ずかしいしね、恥ずかしいし、恥ずかしいし、全部消しても実践だけを、え、その喋るのもクソ大打ち行きでやっ喋ってたの？あ、違います、それはなん、うん、なんかもう旬っていう軍団長旬みたいな、そういうことなんかそういう、もう名前もすら忘れたわチャンネル名とか、やっぱりやっぱ前自分出たいみたいな気持ちがあるって言いながら、はい、うん、そうですそうです、あそれを捨て去り、うん、チャンネル名前変え、はい、変えて、はい、もうクソ台っていうのを押していこうということで、なるほど、チャンネル名にもクソ台って入れて、うんうん、でどん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 出していったらなんか当たるようになって、みんな面白がって、うんうん、懐かしいなとか、あったわこのクソ台みたいな、はい、うん、なんかクソゲーをやってるチャンネルが結構伸びてたんですよ、うんうんうん、でパチコパチスロのないなと思って、うん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 、クソ台を やってみた、スラムとちょっとやっぱ方向性近いものは軽くなくはないもんな、うん、それな、そうですか、うん、そうですかって、はい、かアムロさんはなんかディスクアップをずっと打ってなかったんですか？ディスクアップをバーって打ってアフロ、はい、うん、アフロは変な台打つにきみたいになってる、ね、ああああタンポとか言ってますよ、古い台は役物打つにきみたいな感じ、なレトロ台打つね、打つにきみたいになってるけど、確かにレトロ台は昔からありますけど、それをクソ台っていうカテゴリーにくくる人たちはいなかったんですね、うん、確かに確かに、それはなかなかった、でもそのこれチャンネル見せたらさ、そのウルトラセブンあれ1年ちょっと前、1年半ぐらい前、そうですね、1年半ぐらい前ですね、1本目が、うん、ああそこからでも、だってこう他の YouTuber さんとのコラボとか誰かとに紹介してもらったりとか、はい、なしで数字上がってきたわけでしょ、そうですね、ほんとたまにスローアフロさんがちょっと動画に出演してもらったりぐらいはしてますけど、うん、あで、まあ、基本はあ大したもんな、やっぱね、そういうとこ自前で上げていけるって結構なもんなんですよ、この時はまだ仕事も続けてる、やめてます、それどのタイミングでやめるの、そのだってめちゃくちゃ不安じゃん、その1本目が1000再生いった時にやめました、やめました、ちゅ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 ってやめました、1000再生ではいくらにもならないわけでしょ、うん、でもその時収益なんて発生してないんで、ね、僕の中では、うん、1000再生で多分2万ぐらいにはなると思ったんです、うん、知らなくて、知らなくて、収益化してないもんね、収益化もできて、千再生これちょっとやっぱ収益化もできてないし、登録者数考えたって全然そんな状況じゃないのに、千で2万はあるわと、俺お金持ちになれるわって思った、千で2万つくか、ね、信じられないね、一再生だって20円ってことそうです、はい、でも YouTube 素人からしたらもうそんなもん で収益化の申請もしなきゃとか知らないわけでしょ、何も知らない、勝手に、まあ、金が、ね、勝手に作ったら入ってくると思ってるの、はい、であでも来月には金入ってくるからこれやめないととこれは忙しくなるぞと奥さん離婚して正解です奥さんに向けて言わない、じゃあ見てない、それでもじゃあやめて、やめました、そこでやめて、えだ止められたでしょ、だってそれね、会社から優秀な確証員だった、優秀ではないんです、まあ、そこそこ頑張ってはいたんですけど、うん、まあ止められたんですけど、で君辞めて何するんだって絶対なるよね、うん、で会社には一応他の会社が決まってって一応まあ嘘ついて、確証員としてスカウトされた的な、いやそれは別の勧誘員にスカウトされて、それはうちの会社もやっぱプライドがあるので怒っちゃいますね、それはどこの団体ってなりますから、勧誘してたら後ろから君、ね、僕と一緒に新聞会の世界を変えないかいみたいな、そういうなるほどね、はい、結構じゃあやめて先走った感じあるよね、それね、
そうです ね今思うとちょっとや結構やばいことしたなっていう。えでもやめてはいいけどさ、で1本目まあそのウルトラセブンで、2本目3本目じゃあ着々と取る。そうです、伸び始めて、でもお金が入金されないけどみたいな、おかしいな、申請しなきゃみたいな勉強して、でその YouTube を伸ばす YouTube を見て勉強をめっちゃしたんですよ、はあはあはあ、あと編集のこと、僕もう本当パソコンも、ワードエクセルもできなかったんで、でパソコンをまずいじるとこから勉強して、で、あの編集ソフトも買って、うんうんうん、そうか、最初携帯でやってただけってこと、もう言ったら、そうです、実践の前は携帯で編集して、もうほぼ無編集ぐらいの感じ、で、いや全部勉強して、そこからいい動画にしていこうと、すごい勉強するようになって、本当有名な人の YouTube とか見たりしながら、っていうので今に至るというか。すげえ、着々とそこは実直に進めてきたんだ、ね、これでも一緒ですよね。だから地上波のテレビにハマろうと思ってリズムネタしたのと流れは一緒ですよね。 YouTube ちょっと、あ、じゃあハマるんだったらこうしよう、ハマり方めっちゃうまい。いやなんかね、チャンネルに安定感があるんだよ、再生数の。いやこれって実はすっごい大事なことで、めちゃくちゃブレますからね、チャンネルでブレるよ、ほんと。それが安定して今6万とか7万とかもうちょいぐらいでずっと回ってるじゃん。最近はちょっと落ちてきましたけど、はい。ねえ、だから、まあ、固定のお客さんがいるっていうのと、そのチャンネルのノリっていうのを好きで見てくれてる人が多分いるっていうことだったりするんで。そうですね、やっぱ、うん、クソ台が見たいんでしょうね。下がないのがすごいですよね、その7万ぐらいで行ってて、そうそうそう、15万とかあってもいいけど2万とかがないっていうのがいいですよね。そう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 、それが普通なんですよ、それがなくて安定感ずっとしてるから。しかも登録者数より多い再生数を、ね、基本的に回してるわけじゃないですか、一応。はい、今のところは。いやそれは立派だなと思って、ただそのクソ台じゃない台を打ってしまうと結構コメント欄で言われたりします。クソ台じゃねえだろみたいな。その判断は何、見てる人がするわけ。ワンバさんも YouTube やられてるんで、分かると思うんですけど、やっぱネタに困ると、で、あ、次出す動画ないなと思って、まあしょうがない、これクソ台かどうか微妙だけど行くしかねえかっていう時があるんですよ、やっぱり。でもだってそんなこと言ったらもうクソ台ないじゃん、こんだけやっちゃったら。そうだよ、まあ、全然あります。あんの？全然あります。でも困って普通の出すんでしょ、まあ、出す可能性もありますよ。で今ホールとその実機を自分で部屋で見たのと、どっちが多いの？今はフォロワーさんですごいコレクターの方とかいらっしゃって、なんかすいて見てくれてる方とかいらっしゃるんで、あのお宅にお邪魔して撮影させていただいて。すごい、それは良かったね、そういう協力者が出てくるのは。いや本当めちゃくちゃありがたい。あそことかと被ってないですか、あのチェロさんとかもやってるけど、あのスロ吉でしたね、スロバカさん、はいはいはい、あそことかちょっと似てますね。めちゃくちゃ好きでしょ多分、スロバカさんはもう所持してる台がもうえらいので、首都財産だからね、僕はもう全然30台ぐらいしか持ってないので、でもじゃあそことでもコラボできたらいいよね、やってるような流れ的にはね。コラボしたいですね、ぜひ。寄ってくれるんじゃない？スロ吉さんね、スロ吉さんちょっとだいぶ今人気で、あの一定のポジションがあるので、なかなか社長さんですよね。いやいや大将もしてますと、もうすごい。出てんのアニカツさんとかですもんね。そうなんですよ、もう恐れ多くて。それこそボスさんもいらっしゃるし、クソ台が主役、アニカツさんがクソ台打ったらそれはもう勝てないやつね。勝てないです、勝てないです。そう、いやトークだと勝てると思うよ。いや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 、恐れ多いです。俺は知らないよ。知らないよ。俺知るんじゃねえよお前。僕はアニカツさんのこと知らない。なるほどね。ああでもまあじゃあでも週一しか上げないじゃない。そうですね、まあでも自分で編集してるとある程度ね、しょうがないです、わかるんだけど、ほら更新頻度上げたらさ、週にしたら収益も倍になるじゃんっていう。そうなんないわけ。結構 YouTube の YouTuber の仲間とかからも言われるんですけど、やっぱりネタが僕的には不安で、まだまだあるんですけど、何年もやっていくにつれてどんどんネタが下がっていく、で前一回やった例えばウルトラセブンをもう一回出したとしてもやっぱ減るんですよ、半分ぐらい再生数が。ああなので どんどんその自分の身を削ってるような感覚がして。いやでもさ、そのクソ台かどうかってもそいつのこう主観だからさ、何だってよくねって俺思っちゃうんだけど、そういうわけじゃない。いやでもだって大瀬さん、バジリスク絆クソ台はできないですよ。さすがにそう、そういうことです。そりゃそうだけどさ、よくみんながまあなんか名前ぐらい知ってるけどよくわかんないみたいな台って、大体クソ台って言ってきゃ間違いないんじゃないの。
でもそれをコメント欄で書かれるわけですよね。そうなんです。これはクソ大じゃないみたいな。うるせえ。何クソ大サムレみたいな、そんなにいんのかお前。やっぱ凱旋とかは絶対打てないです。でもポセイドンは打てます。あ、ポセイドンは打てます。あ、まあそれはまあ分かる。そういうぐらいのない。分かる、まあ分かる、確かにそうだな、はい、僕はクソ大だとは思いませんよ、うん、その評価を見て、うんうんうん。でもさ、その、まあ、現行ホールにある機種じゃなくて過去の機種も含めてやれるってなると、それは在庫はすごいあるんじゃないの、なんだかんだでクソ大。あ、自分の所持、いやいやいや、クソ大リストみたいな。そうですね、一応まあ打とうかなっていうのは。誰かに借りたりとかするとやれそうな台って、だってすごい何十機種もあるんじゃないの。まだ残ってますね。そうでしょ、まだあります。でも今のその1週間に1回ペースでも生活できるわけですから、養育費を払えてるわけですから。確かにそれは立派。ただ、そこまで大したことじゃないです。うん、大したことじゃない。大した、その拡張員、拡張員の時と今だとどっちなんですか。まあ今ですね。あ、ほら、じゃあだって普通のサラリーマンよりもらってるって言ってた、まあ、拡張より今よりも。再生数とあの更新頻度だと大体どれぐらい手の加えるかって俺は分かる、うん、はい、で、自分で自前で編集してるでしょ。そうです、はい。そしたらそう、丸々残るから、うん、それは確かに食えますよ。はい。でこれをどうするかっていう今後の展望が気になるところですよね。そうそうそう、だから広げていく、このまんまでこれでよかった、それは飯は食えるし養育費は軽く払えるけど、これでいいのかっていうのは。だって今が上げ止まりでずっと行くってことですもんね。だって流れで、ね、そうだよ。だって YouTuber で一発があるっていうのもバカーンって跳ねる可能性を追求しないわけ。大崎さんすげえずるいの来ました。何、実家住まいですって来てます。実家住まいなんですか。そう、僕実家住まい。なんで知ってんの。クソ大打ちに来てるか、クソな人がクソ大打ってるってことですもんね。だって今そう、まあ それはお前実家住まいだったら、それじゃあ洗濯はお母さん。え、洗濯お母さんです。ご飯はお母さんです。うわクソ人間クソ大打ちに来じゃん。だって実家ですもん。それはそりゃそうだよ。それは全然金かかんない、今のでいくらでもできる。そりゃそうだ。10万円しか収入がなくてもなんとかなる。30代あるって言ったけど全部実家に置いてんの。実家に置いてます。ふざけんなよおい。実家に30代はい、このスペースあんの。一応使ってない部屋が、まあ、親父の仕事場だったんですけど、親父が定年退職して、うん、空いてるんで、そこに今全部ぶち込んでます。うわえ、お母さんはそういうあの君の生き方は肯定してくれてるわけ。やっぱりその芸人やってたので、もう何でもいいやみたいな、うん、まあ好きなことやれば、あ、まあ悪いことしてなくてお金が稼げてりゃよしみたいな、はい、ただ孫の顔が見たいねっつってね。そう、連れてって。それはあるんですよ。え、連れて帰ったりはできないの。半年前ぐらいに1回だけ会わせたんですけど、そうですね、そんなに毎回は、まあ、見たがっております。めっちゃ痛がるでしょ。だって見たがります。そりゃそうだよ。でも嫁さんは知らないでしょ、こんなことやってるって。 YouTube をやっ、今の元嫁は、うん、あのずっと拡張員やってると思ってます。まだね、新聞の。あ、隠してますね。 YouTuber って言ったらめっちゃ持ってると思うから。いやいや、ワンチャンあるの。でも僕の年代なんで、 YouTuber って言ったら多分不安になるんじゃないですか。あ、儲かるよって。絶対売れてないでしょ。今でも全然ヒカキンかクソ大打ちに行くかどっちか似た人間。何を言ってんすか。何を言ってんすか。こうやって言ったらもう一回戻れんじゃないかなと思って。ただまあお金稼いでるって言って、いや戻れないだろうな、戻りたくないですし、あ、そうなん、娘にパパがクソ代で稼いでるっていう。まあ確かにね、あんまりね、やっぱりパパがハイエナで稼いでるのとパパがクソ代で稼いでるのって言ったら、似たようなもん。いい子で、ね、いい子で、ね、いい子で、ね、いいですよね。というわけで今日もいろいろと面白かった。やっぱこうね、あの寄捨て人じゃないけど失うものがない人がね。最高最高。いやいやいや、ちょっとこう頑張ろうかなって。そこでこう、でも実際に僕ではできないんです、やっぱりそういうのって。守るものがあるんでね、我々はね。そう、ポジションのもあっちゃうと。でもそういう、でも何にもないからこそ、いや頑張る気さあればなんか夢は叶えられるかも、うん、お前も一緒だぞお前。
言ってるじゃなくて、お前もやれば可能性があるって言うんだからさ、オフェンスは大事ですね、やっぱり。そう、やった方がいいなと思うし、ちょっとね、スーパーディフェンシブなんでちょっと考えますね。 そこで君らはもしかするとね、あの大きなものを生むかもしれないっていう期待にかけて、うん、そしたら、ね、いっぱい飲ませていただければと思っておりますんで、うんうん、次回の本編で話すは椎名前武さんで7月の13日ですね、うん、はい、ぜひご覧になってください。パンツなら聞いてきますんで、はい、それでは、今日のゲストは次回予告椎名さん言っといて、本人の許可取らないでパンツの色は聞きます、ね、次回予告見せるまであるかもしれませんからね。ないですバンされちゃうんではい、というわけで今日のゲストはクソダイ内にきさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくどうぞ。